の、まさかそんな。カイン、お主初代様と一緒にいたのか。はい、初代様は別の世界を創造し、新しくその世界の創造神となっておられました。そんなことがありえない。それからこれを初代様にいただきました。それは初代様が使われていたといわれる刀か。はあ、そうか、お主本当に。それで手紙には初代様がお主に修行をつけたと書いてあるが。はい、それは本当にきつかったですよ。凶悪な魔物が徘徊する森を踏破しろとか、毎日ひたすら倒れるまで模擬戦とか、昼夜を問わず修行させられましたからね。5年間も。5年？カイ、お主今何と言った？え？5年とは一体どういうことなのだ。うわやっぱり本当面白いね。5年経ってもカイン君は。ところでカイン君が留守の間に冒険者ギルドから報告書が来てたよ。え？ A ランク昇格に必要な依頼受けるの忘れてたでしょ。このままだと登録抹消されちゃうよ。カイン様がお見えになりました。あの、登録抹消ってどういうことなんでしょう。なかなか依頼を受けに来てくれないから心配してたんだよ。すみません、学園に入学したのであまり悪非がなくて。それにいろいろありまして。無断外泊だって？ティファーナが寂しそうにしてたよ。模擬戦ができなくて溜まった愛が爆発しそうだって。それで、あの、抹消の件ですが。 A ランク昇格の時に必要な依頼を消化しなきゃいけないことは話したよね。それが期限ギリギリ。早くしないと冒険者登録取り消しになっちゃうよ。それは困ります。それじゃすぐに依頼を受けてくれるかな。ね、今からですか？やっぱ登録抹消しちゃう。やらせてください。前に話したけど盗賊の討伐をしてもらいたいんだよ。それって捕獲だけでもいいやつですよね。依頼の盗賊団はグラシア領からオートに来る途中で出没するんだ。10人規模の盗賊団なんだけど平気かなって聞くだけやぼか。オート最強だもんね。とにかく行ってみます。頼むよ。フライ！あれはいた。加勢します。カイン君。ニーナ先生、サビナさん、それにミリー先生。怪我。先生、カイン。このガキ。ハイヒール、助かる。この人数はきつかったんだ。一人増えたところでどうなる。ガキはママのおっぱいに吸い付いてればいいんだよ。言いたいことはそれだけですか。ミリー先生を怪我させた罪は重いですよ。だぞガキが。ブースト。このやっぱり手加減って難しいな。怖っ。カイン様、ありがとうございました。いえ、皆さんが無事でよかったです。それにしてもなんでこんなところに。ギルドからの討伐依頼を受けてきたんですよ。受けたって？ちょっと待ってよ、カインってまだ12歳でしょ。ギルド登録したばかりじゃないの。盗賊討伐は最低でも C ランク。A ランク？カインって C ランクも B ランクも飛び越えてもう A ランクなの？はい、いろいろありまして強制的に A ランクになっちゃいました。それってすごいんですよね。もちろん。ああ、だから盗賊もパパッと。でも捕らえたのはいいのですが、どうするんですこいつら。それなら大丈夫です。僕 A ランクですから。
ちょっとあれ、恥ずかしくない？ああなったらもう終わりよ。ありがとうございました。帰り道もご栄お願いしますね。あ、お父さん。え、会員様も一緒に。やあ、パルマ。え、何ですかこれ。冒険者ギルドの依頼で捕まえた盗賊たちだよ。オートに来る途中、襲われているところを助けていただいたのだ。そうだったんですか。いや、ちょうど討伐の相手がお父さんに絡んでたんだよ。学校がお休みの日なのに大変ですね。男爵様のお仕事もあるでしょうに。男爵？カイン、男爵になったの？まあ、じゃあこれからは気軽に声かけたらダメだね。カイン男爵様って呼ばなきゃ。ニーナも玉の輿。え、やめてください。二人とも僕の先生なんですから、気にせずカインって呼んでください。そっか、それは助かる。じゃあそうさせてもらうね。しかし数年経つと成長するもんね。ずいぶんと大人になったじゃない。ふざけないでください。僕はこれからギルドに報告に行くので。じゃあね、パルマ、また学校で。あ、カイン、私たちも一緒に行くよ。はい、これサビノスさんから討伐証明ももらってきました。盗賊は表の荷馬車に捕らえてあります。もう終わっちゃったの？それじゃあ早速ギルドマスターに報告しますね。お願いします。おうおうおう、誰かと思えばミレイじゃねえかよ。ああ、俺が王と案内してやるよ。なんだ、またお前らか。興味ない。おい、いいじゃんかよ、ちょっと付き合い。構わないで、あっちへ行ってもらえますか。なんだお前って。お前、あん時の。おー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 、すげえ殺気放ってるやつがいると思ったらカインじゃねえか。お、クロードさん。来た。あんなの当てられたら波の冒険者はきついだろ。だって僕の知り合いを。カインの知り合い？誰だ？私たちだよ、兄貴。え、知り合いってミリーとリーナじゃねえか。え、どうしてクロードさんとリナさんが先生たちを知ってるの？先生って、ミリーは俺の妹だからな。逆にカインが二人を知ってることに驚いたわよ。なぜ？なぜって、私たちはカインが5歳の時から家庭教師をしてたのよ。ああ、だから先生か。そういえば昔手紙に書いてあったな。すげえ、こんな偶然あるか。よし、今日は飲まなきゃ。あれ、あんたはすぐ何かにこじつけて飲む方向に持ってく。でもめでたいぞ。乾杯。なんでお前ら今日はみんな一緒にいたんだ。それは私たちが護衛をしている最中にカインが来て、大人数の盗賊をバッタ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 と。カイン君すでに A ランク。え、なんでもう A ランクなんだ。こないだ登録したばかりだよな。まあ、あの強さを考えると納得できるけどな。試験の時俺の本気についてきた生徒はお前だけだし。兄貴の本気についてったって。兄貴は魔法の力を使わず剣の力だけで A ランクまで行ったのよ。それと同等って。カイン君、ただの偏狂迫の子じゃない。男爵としてすでに当主に就任している。玉の輿。男爵。あんた今無礼なこと言ったでしょ。すまん、どうか不敬罪だけは。しませんよ。まったくカインには驚かされてばかりね。どうしてそんなに強くなったの？でもまさか神様に鍛えてもらったとは言えないよ。カインは小さい頃からレッドドラゴン倒したりしてたからね。それです。レッドドラゴンって SS 級かよ。物騒なもん倒すな。それでこのマジックバッグをもらった。ちょっと待って、何それ、カインからもらったの？容量は？どのくらい入るか
今まで満タンになったことないからわからない。カインくん、正直に言いましょう。あれはどうしたのかな。僕が作りました。で、実際どのくらい入るの。それはカインくんの屋敷が入る大きさって言ってた。それってつまり国王クラス。カインくん、どうしてそんなものが作れるのかな。私たちもバッグの容量が少なくて。はい、わかりました。喜んで作らさせていただきます。ありがとうカインくん。すまんな、リナは酒に弱いんだ。明日になったら何も覚えていないから気にするね。明日は何もない。うわぁ、そうだ、明日は学校があるんだ。学校？こんなことしてられません。先週5日ほど休んじゃって、今週は行かないとダメなんです。貴族の当主で A ランクの冒険者なんて、もう学校なんか行く必要ないだろう。周りから浮いちまうだけじゃねえのか。ドキ。そうなんですが、まだ知らないことがいっぱいあるので勉強は必要かと。カインくん、偉い。ギュッてしてあげる。じゃあ学校がありますので。あいつ絶対苦労してるな。俺たちで何とかしてやれればいいんだけど。お、レティアさん、どうしたの。実は明日学園の冒険家の依頼で授業をする予定だった冒険者が負傷してしまって、急遽代理を探しているんです。学園で代理を。ほう、レティア、ちょっと詳しく聞かせてくれないか。これより魔法科の授業を始める。自分の得意だと思う魔法をあの的にぶつけてくれ。はい。終わった後に各自悪いところがあったら言う。よし、やるぞ。ユウヤさんとの特訓の成果を見せてやる。その前にカイン・フォン・シルフォードはいるか。はい。お前は学園内での攻撃魔法は禁止になった。授業は見ているだけだ。え？すでに学園内の全教師に通達されている。ここの結界ではお前の初級魔法でさえ耐えられないそうだ。そんな。学園長から単位はそのまま渡していいと言われているから、安心して見学していていいぞ。ああ、カインのやつ本当にみんなの輪から外れてるな。心配だね、かわいそう。やっぱり俺たちが一肌脱いでやるしかねえな。いいか、例の作戦で行くぜ。ラジャー。冒険家のボーガンだ。専門は前衛で剣士をやっている。今日は特別にギルドから冒険者を招いた。え、クロードさん。あ、知ってる。表演の二人で、あれがパートナーのリナさん。他の二人とはオーラが違うよね。本来なら C ランクの冒険者が派遣されてくる予定だったんだが、冒険者ギルドのご厚意で A ランクのクロードさんとリナさん、そして B ランクのミリーさん、ニーナさんが今日の講師として来てくれた。来るなら昨日教えてくれてもよかったのに。この中に冒険者登録をしているのはどれだけいる。はい、はい、全員か。さすがに冒険家を選択しているだけあるな。よし、じゃあギルドカードを持っている者は出してみろ。どうした、君はギルドカードを持っていないのかな。ほら、早く出せよ。クロードさん、みんな冒険者登録したばかりですよ。ここで僕がゴールドカードですなんて出したら。なんでゴールドカードなの。なんて、逆に引かれちゃうよ。どうしたのかな君、カードは。忘れました。え、君本当か。はい。そうか、なら仕方ない。しかしこれからはカードは必ず持ち歩くように。何かあった時の身分証明になるからな。絶対に忘れないように。見た、生徒たちの視線。カインの孤独はかなり深いわね。厄介。こうなったら奥の手を使うぞ。
早速模擬戦を行う。基本となるのは身体強化ブーストだ。必ず習得するように。用意ができたものから行くぞ。はい、僕からお願いします。私も。それ以外のものは少し離れて待っているように。よし、クロードさんが相手なら少しくらい本気を出してもいいよね。ありがとうございました。じゃあ次は僕が。お願いします。え、お、よし来い、行くぜ。じゃあリナさん、こっちは魔法組だ。カイン君、攻撃魔法禁止。はあ、せっかくの模擬戦なのにこれじゃさっきと変わんないよ。カイン、今はまだお前の番じゃない。まずは他の生徒たちにこっちの実力を見せる。そして満を持してカイン君の出番。私たちと互角に渡り合えば。カイン君のレベルに驚いて、この授業が終わった後にはカインがクラスのヒーローだ。あ、もう時間なくなっちゃうよ。ありがとうございました。そわそ、次。そわそ、はい、はい、お願いします。え、なんで。割り込み禁止だよ。ありがとうございました。次。はい、次。まだかな。次。はい、もう少し。次。はい、早く早く。次。はい、あと一人。はあ、やっと。行くぞ。はい。そこまで。え、待ってください、僕まだ。そうは言ってもな、もう授業は終わりだし。悪いカイン、時間配分間違えた。次、この次な。この次はない。冒険家では当分特別講師を呼ぶことはないからな。なぜですか。だって予算がないから。君が壊した学校の修復にお金がかかったし。あ、みんなクロードさんたちにお礼を言うように。ありがとうございました。そんな、クロードさん。じゃあ、クロードさんの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 。クロードのバカ。うわー、大変だ。魔王だ、魔王が現れたぞ。あ、神様、急げ、遅れるな。我に続け、魔王が出た。続け、続け。はぁ、すっきりした。続け、続け、続け。これは穴。はい、グラシア寮に戻っているガルムから緊急の連絡が来た。魔物の森に魔王が出現したとの。森は削り取られ、天空からは燃え盛る岩の群れが降り注ぎ、巨大なクレーターをいくつも作っていたそうじゃ。カイン、人として神からの啓示はなかったのか。あ、特に何も。陛下、これは国の一大事です。場合によっては他国との連携も必要かと。いや、そこまでしなくてもいいかと。なぜそう思う。それは、なんとなく。カイン、お主、何かわしに隠していないか。あ、いえ。カイン。国王様、ごめんなさい。あれは、封印が緩んだか。まだ体の一部だけどね。まあ仕方がないか。見てろ、
ジジイどもめ。